コロネ、コロネ。コロネ、コロネ、洗脳中。コロネ、コロネ、世界救う。コロネ、うわぁ、と、止まってる。ガーン。めちゃめちゃショック受けてる。このトラックが置いてあることに対してめちゃめちゃショック受けてます。うわぁ、と、止まってる。ここ駐車禁止なのに。そうなのか。コロネ、あれ？テレビ？なんか取材してるよ？ん？なになに？なんか取材してる。え？何かあったのか？え？なになに？え？え？なにこれ？現場から中継です。え？たった今、VTuber 犬神コロネ容疑者を逮捕するため、警察による、何？家、家宅捜査が行われました。え？コロさん捕まった。え？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 えー？コロさん？え？逮捕された。犬神容疑者は動画サイトを通じてこのビルにファンを集め洗脳を行っていたようです。洗脳した信者をコロネスキーと呼び国家転覆を企てたとして警察に連行されています。普段なんか僕の方が有罪とかなんか刑務所に突っ込まれたりとかしてるけど本当にヤバいのはこっちだったってこと。僕のアイデンティティと共にコロさんが一緒に連行されていきました。犬神容疑者が出てきます。え、まさか本当に急になんか僕の視点になっちゃったんだけど、え、マジ？え、コロさん、あ、コロさん、何やってんの、コロさん。本当にいた。他の女に浮気は許さない。なんで相談してくれなかったんだよ。笑っています。とても悪そうな顔をしています。あ、マジ？私は報道を担う者としてインタビューを試みたいと思います。え、なんて言うの。犬神さん、洗脳してたんですか？国家転覆しようとしていたんですか？あう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 、何撮ってんだよ。コーネはいつもみんなの心の中にいるでな。洗脳してやるでな。ほら、洗脳ソングが聞こえてきたでな。洗脳、洗脳、コロネが洗脳、かわいいコロネが洗脳中。せんの、せんの、コロネがせんの、かわいいコロネがせんの、ちゅう、せんの、いて、あ、コロさん？コーネが、しばき上げパンチングをかまされるとは。まだ歌っとる。コーネは必ずシャバに帰ってくるでなー。ちょ、コロさん首。せんの、せんの、コロネがせんの、かわいいコロネがせんの中。せんの、せんの、コロネがせんの、おーしぇーい！ぜはははは。なんか字に起こすとちょっと面白いな。いや、いつも言ってんだけど、字に叩き起こすとちょっと面白いな。ぜははは言うとるわ。マジか、同期が捕まりました。同期がゲームに出て喜んでたら同期が捕まっちゃいました。そんなー。コロさーん。あー、コロさんが警視庁の車に乗ってます。コロさーん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 。コロさんが、コロさーん。こっち見んじゃねー。僕になんか一言残していけよ、コロさーん。こっち見てんじゃねえ！ああ、また叩かれてる。
しばき上げられてる。コロさん、僕というものがそばにいながらコロさんを救うことができなかった。コロさんは世界を救おうとしていたかもしれないけど、僕はコロさん一人救うことができませんでした。なんとも悲しいエンディングですね。僕個人としてはこっちの方がだいぶバッドエンドだったね。コロネスキーがひどい目に遭ってるうちはまだ笑えてたけど、こっちの方が大バッドエンドなんだけど、僕としては。コロさん。